もう一個あってですね、もう二点か、はい、四点あってですね、また引き続きブログの方行きますね。あとですね、事前ビラっていうものが、配られていたということがあります。はい。これですね、石丸伸二応援団、石丸伸二、東京を動かそうっていう方がですね、選挙始まる前にこんな投稿されてたんですね。この事前ビラを42万枚、19日夕方まで23区内に配布しないといけないんです。それ以降は公選法上、このビラ使えなくなり、廃棄になります。うんぬんかんぬんということで、それに対して私さんがね、スタッフが事前ビラとか言ってんだけど、どんだけ公職選挙法知らないんだろう。これ配ると事前運動に加担しかねんぞ、ということですね。はい。ということで、私さんが言うのであればですね、政治活動のための政治団体のビラじゃなきゃダメだろ、スタッフに再教育がいるなということで、私さんはね、選挙のプランナーとしてね、かなりご活躍されてた方でございます。というわけで、とりあえずね、事前ビラと、事前ビラとね、スタッフが呼んでいたので、これは危ないだろうと。はい。もう一度言いますけど、政治活動のための政治団体のビラなどとですね、ごまかす方がいいんだろうという、その指摘は、おっしゃる通りだと思います。はい。ちょっとね、細かいことかもしれませんけれど、ということで。はい。あとですね、NHK をぶっ壊す。ちょっともう、ここはね、ここでは再生しませんけれど、内容はですね、はい、こんな感じですね。女性の声だったんですけど、19日までは選挙活動はできませんので、石丸伸二さんを勝たせてください。いや、一票お願いしますは、禁句でございます。ただ、石丸伸二さんのお考え、お人柄を広めていただく、布教活動は OK でございます、ということで、勝たせてくださいや、一票お願いしますは、禁句でございます。否定してるけどね、結果的にこれ言ってるんですよね。石丸伸二さんを勝たせてください。石丸伸二さんを一票お願いしますって言ってるので、禁句でございますで否定すればいいのかというですね、ものではないとは思います。ということで、私はですね、石丸伸二さんも、かなり危ない橋をね、渡られているかなと思います。結局、公職選挙法ってね、結構難しいというところもあってですね。ただ一方で、その中で、選挙にね、勝ち抜くにはですね、法律ギリギリのところ、あるいはですね、違反なんだけど、多分、追及されないみたいなところはですね、各陣営ついていくものだと思います。そこはね、そういうもんなんです。なので、そこは有権者がしっかり判断するべきだなと、私は考えるところで、ございます。ということで、私はですね、ブログでは、指摘をしていたということをですね、6月16、17日のね、ブログということで、選挙前にですね、石丸伸二さんの動向はチェックして、指摘はしていたということをですね、お伝えしたいと思います。こういう形でね、改めて動画で、お伝えをさせていただいたということでございます。石丸伸二さんね、非常にね、若くて、頭もね、良くて、戦略的には、すごい、しっかりされてるんだと思います。賛否あると思いますけどね。はい。そこはね、それはそれで、政治家としての実力なんだろうなと思います。